阪神もおはげのリアルラウンドレッスンイーグルレイクゴルフクラブ1番ホールの模様をお伝えします。さあイーグルレイクアウトスタート、今日は OT、黒はあっちですけど、今日は黒でやったら全部フルバックだもんね、本当にね、黒ちゃんやってっから。どうぞ、じゃあ諸星さんどうぞ。いいよ。中橋さんハンディいくつだっけ？21。はい、ハンディキャップ21、中橋さんです。かっこ悪いなんで？いや、だってそのぐらいのハンディキャップが見てる人リアルに多いんだからさ、これどう気をつけるの？はい、左からの風、右から来てるけど大丈夫？イメージが出ない。出ない。じゃあ分かりました。はい、どうぞ。諸星さん23だっけ？21だっけ？20か。21と20でちょうどいいじゃん、じゃあ。ほら、捕まっちゃったよ、そんなこと言ってるから、ほら。ああ大丈夫だ。ああ落ちてきた落ちてきた落ちてきた。ああよかった、いいとこ出てきたの。カート道路の右まで来たわ。捕まっちゃった。いい球だったもん。します。変えた。よっしゃー、いいね。ハンディキャップ20の球じゃないよ。ねえ、この球なんだろうな、本当に初めて見た。これアルトス。じゃあお願いします。じゃあ俺右からフックね。右からフック、振らない。いいね。おはようございます。お、よかった、誰も OB しないで出たよ。まあ並木さんは間違っても OB はないだろうから。そういうこと言わないで。並木さんはハンディいくつで来てんだっけ？36だっけ？30だっけ？フルにあるのか、チャンスだよ。すごい、このホールすんなり出れたのはなかなかいいんじゃないですか、お二人とも。風でね。ねえ。でも結構ここ右からの風だとなんか気持ちよく割と打てるような気がするけど、どう？そんな別に関係ない。ここでもあそこで風が感じるだけで球に影響はないような気がするんですよ。まあね、でもこれ結構吹いてたで今上は。はい、まあそうね、下来てここ来たらね感じないけどね。はい、あの高さからこう打っていくと。あ、でも中橋さんね、よかった。出て、こっちキックしてね。します。緑のボールだ。見えるかね。おお、いいね。腰がで100キットつってから。おお、まあまあまあ、朝一だから、まあまあでしょ。でもちょっとやっぱり膝がほら、また悪い上下動してるからね。バックスイングで左膝が前で、多分ダウンスイングで伸び上がった分のトップなの、届かなかった。久しぶりにそのピーチューンの音聞きました。独特ですよね、その音。練習場でこんぐらいこもってる方がいいね。ピーチューンだ、ね、分かるんですよ。ピーチューン持ってる人がいる。もうカンカン出るでしょ。そうね、今日ちょっとね遅い時間になると雨がね。前がね、2人なんだけど、ちょっと初心者っぽいんで、あ、でも2人だから大丈夫か。さあ、これね、もう
ロングみたいなパン4だからね、ここはね。セカンドからグリーン、グリーン手前残り100ヤードから、100ヤードからグワーンと打ち上げになるので、ここはもう、この3人は皆さんメンバーなんで、もう分かってるんで、セカンドは、あのバンカー手前の残り100ヤードのフラットな地点に運んどくって感じですね。この人は何番打つの ?7 番。あ、本当だ。ここだと上げに感じるね。ティーグラウンドだと右からしか感じなかったけど。4U。OK。しっかり左向いて構えますね。もう分かってるから。あれ、ちょっと大丈夫か。あ、大丈夫だね。あとは左肘が。ああ、やってしまった。ティーショットと同じミスをしてしまった。でも手前目だから全然向こうには打てるから。ただもうあれやっちまった時点でもう放音だけどね、作戦は。うん。おー、いいじゃない。確実にフラットなポジションへ。ナイス。長谷さん何番？9番？じゃあバンカー手前だ。はい。ピンまで215ヤードです。左目ね。うん。215ヤードスパンでいいか、これは。おお、いいじゃん。まあ、ちょっと左目が左すぎたけど、まあ短いの持ってるから別に、うん、カートも跳ねてないし。さあ、これがね、あのグリーン右端からちょっとドロー系でいけりゃいいんだけど、あー、球浮き切るかな、これ。浮かなそうだからドローイメージやめとこう。安全にグリーン右のグリーン右横。はい、ちょっとね、ドローだと上がんなそうな感じしちゃったから、へい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 。加藤さん、今のははい、どのぐらいのロフトのやつでこっから打ったんですか？今スプーンで、スプーン、やっぱスプーンですね。15度全然スプーンよ。もうだってこんだけ打ち上げだから、これだって打ち上げ20ぐらい見なきゃダメでしょ。僕もこっからだったらスプーンなんですよ。あー、バンカー入るのよ。よし、ナイス、バンカー手前。スプーンよ、はい、スプーンしかも届かないですよ。届かないよ、ドライバーでスプーン。うん、それ以外届かないから何をやっても。本当はドライバーそこの辺で打てればいいんですけどね。無理ですもんね。いいだよ、いいのよ。だってまだハンディキャップ21もあるんだから。27ヤードです。問題はこの3打目よ、3打目、はい、ピンポジが奥だね。奥、12も奥に入ってんだ。奥だ、目いっぱい奥だ。でも奥に、あのピン位置で奥に外したら一番最悪だからね。はい、その辺だよね。もう一回9番ね。ああ、全然いいんじゃないですか。あんまり振るよりかね。並木さん、12奥に入ってます。ピンまで111ヤードです。6U でどうですか？6U で一緒。6ユーで軽めだよね。息整えて。でかくね？これはでかくはないのか、左なだけか。まだちょっと状態が一緒にいくわ。ねえ。まあそんな力んでるわけじゃないんだろうけど。お、よかったよかったよかった。お、いいんじゃない？ライン出てるよ。お、良さそう、はい、縦距離がどうかだね。左手前のつもりなんですね。お、そこまで考えてすごいじゃないよ。
ナイスミスだな、ナイスミスだ、ナイスミスだ、あー惜しい。93ヤードです。ちょっと今日は悪癖が出てるな、ナミさんは。本当に奥の奥だもんな。あれで中谷さんのそこか。もう横まで行ってるかなと思ったけど、やっぱり行かねえんだね。はい、どうぞ中谷さん、どうぞ。あ、ありがとうございます。さあ、どうすっかな、アプローチ。さあ、どうすんの、アプローチ。目いっぱい奥だね、本当に。転がし？はい。うん、いいよ。ちょっとこれで止まっちゃうか。うん。うん。みんな直さねえんだな。ちょっと叩いとけいいのな。ちょっとこれは、おお、そんな止まる。ねえ、ちょうどいい受けてる傾斜に当たったんだね。いやー、のっぴー、そこまで奥も珍しいよね。いやー、このね、ウェッティーなウェットなライで、ちょうどここだよ、もう並木さんはちょうどだよ、こっち、こっちに、こっちにいいか。あれ、ちょっと大丈夫、大丈夫。ウェットだね、ウェットでこの間は飛ばしたいでしょ。ピッチングと50を持ってるけど、ピンぐらいで生きてえな。ちょっと50でちょっとこう立てるとちょっと下が気持ち悪いから、ピーでカラーのあの葉っぱんとこ落としてランでシュルシュルシュルっと、ここを見ないでここで弾く。いやー、止まれ。最後垂れるんだよな。ありがとうございます。打てるかどうかだね。柔らかいね。雨の影響かな。でも最近ね、固かったんだけどね、ずっとイーグルさん。お、ちょっと右打ちすぎた。さあ、どうだ。どうだ、どうだ、もう一伸び、もうちょい、まあ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 ぐらいだね。惜しい。埋めた方がいいの、それ。うん。そう、ガッと埋めときゃ大丈夫だ。いや、それは待った方がいいよ。うん、マークして後での方がいい。いいよ。いい、これで平気？あ、大丈夫。移動しなくて。すごい傾斜だよ。やだよ、これ。感じ悪いよ。
くヒットしたんだけど読みすぎたか。最近そのパターンなんだ。そうです。し、その芝の葉っぱの葉っぱに沿っていきゃいいね。いやー、ゴー、ナイスボギー。暑いな。ロボシさんはホーンツーパッドか。うん、そうね。よし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 、あれまで外しちゃうと。よしよしよし、よし。ラムチさんは1、2、3、4、5オン3パットか。うん、しゃあない。あのセカンドでもう右落としちゃったのがね、ちょっとね、一番やっちゃいけないことをやっちゃったから。あ、入ってない。あ？ないよ。あれ？なんか自分で。